だから涙したい人は涙したい人の司会者の番組を見ればいいんで、俺はもうね、辛い時に笑わしたいと思ってテレビ作りしてるんで、泣くのは俺の番組で泣くのはおかしいと思ってやり続けてんねんけど、もうだからその時もだからこの感動を話題に変えられるやろっていうこと、お涙だけじゃないやろ、だからこの感動を笑わして涙さすのが超ベストやねんな、俺の中では。とね、疲れてる時につけた朝もテレビ見たら笑えるな、疲れも吹っ飛ぶなっていうのが夢で、来てるから、そこを感動で泣かしたら受け付かるやんな、じゃあマジで辛いことって世に出てる方が辛いやんか、あの仕事してる、サラリーマンの人にとってもそうギャー笑いながら一日暮らせるわけないから、だから家帰った時ぐらいは笑いたいやろっていうところで自分がスタートしてるんで、それも感動させても感動好きな人多いわ、でも、世の中多分そうだと思いますよ、せやな、だからあかんねな、せやね、ある時からな感動好きなやつが増えたんや日本の中で、それがちょっと俺も不満やねんけど、そんなに泣きたいかとか思うねんけどもやね、なんかまあ人間に深みが出るじゃないですか、そういうのがあると、え、そういう部分があると人間に深みが出たりするじゃないですか、感動、感動して人間に深み、それからその感動を笑いに変えて涙にすんで、そっちの方がすごいやろ、その夢はまだ叶ってないんだけど、全部手前で終わってるんだけどそこを乗り越えたいというのはありますね、なんかだからこうしてやってきたし、もう手遅れやし、ただ頑張ってる姿を見て感動したっていうのはあんねんね、俺が、だからダメな役者さんゲストの時に俺が汗かくらしいね頭に、それはまあすごい感動するっていう人もいる、だから一生懸命やれば感動する人は、と思ってんねんけどな、そういうことやねん、この笑いに準じてる感じが僕は本当に大好きなこのまま生きさせていただきますもう何もかも手遅れなんで申し訳ない